金日成広場の位置。地図をクリックして見える赤線内は中区域。金日成広場は、朝鮮民主主義人民共和国のピョンヤン市中区域に、ある広場。大道校の西岸にあり、人民大学修道や大道校を挟んで、主体思想等と隣り合っている。1954年8月に竣工した。名前は、同国の初代最高指導者、金日成に由来する。 面積は7万5000平方メートルに達し、世界で16番目に大きい中央広場であり、朝鮮民主主義人民共和国の道路原表のような基準地点でもある。広場の地面は河口岩で敷き上げられている。宿典、集会、政治、文化の活動などを行う場所として使われている。祭礼のためかいわゆるバミリが荒らされている。1992年に行われた朝鮮。 人民軍総研60周年記念軍事パレードは世界的に報道されこの広場を有名にした。特に日本のテレビ放送では二十数年以上にわたって映像が使い回されステレオタイプを促進する形となった。2012年にはそれまで飾られていたカール・マルクスとウラジーメル・ミルレーニンの巨大な肖像画が外された。朝鮮労働党本部に飾られていた。 近日清の肖像画も撤去されている。2020年5月、広場一帯が閉鎖されて、改修工事が行われた。クレーン車で軍事パレードの際に越平に使う施設などが取り壊されていること、広場内の近日清金正日の肖像画が撤去されたことが、衛星写真により確認されている。なお、同年10月10日に行われた朝鮮道道と 創建75周年記念軍事パレードでは、越平施設の改装、近日清、近小日の肖像画の人民大学修道への移設が確認された。この広場を取り囲む建物類、ありがとうございます。